ムハンマド・サフアン・ビン・バハルディンは、シンガポールのサッカー選手。シンガポール代表。現在、マレーシア・スーパーリーグのパハン FA に所属している。ポジションは CBE あるいは MF。2015年には、同国選手として、初めて、オーストラリアに移籍した。技術があり、試合の動向を読みながら、ボールを扱うディフェンダーであるが、他方で得点力もある選手である。もともと、 センターバックであったが、守備的ミッドフィールダーやフォワードとしても活躍することのできる貢献度や推進力の高い選手である。工芸教育学院時代にストライカーとしてサッカーをはじめ、シンガポール国立フットボールアカデミーにはミッドフィールダーとして在籍した。U-17 時代の監督であるサリム・モインは彼をセンターバックにコンバートした。 2009年7月には S リーグに所属するヤングライオンズに昇格しプロとなった。2010年9月7日の北京国安サテライト戦でピッチ上の乱闘に参加したうちの一人である。これによってシンガポールサッカー協会から8ヶ月の出場停止及び2000シンガポールドルの支払いを命じられた。2012年1月17日に行われた クアラルンプール FA 戦のスターティングイレブンに選抜されたサフアン2011年12月シンガポールサッカー協会は翌年新たに結成されるシンガポールライオンズ12に彼が加入することを発表した初年度を2位で終える好成績を残した2013シーズンも倍発揮改ざんとともに中央のディフェンスに対する理解に悟かったのが走行して 同チームの優勝に貢献し、同リーグの最優秀防御記録を取った。彼自身は26試合に出場し、5得点を獲得している。このシーズン中には、タイやインドネシア、そして T チーム FC のようなマレーシアのライバルチームからもオファーがあったものの、これらのチームとは契約せず、11月にシンガポールライオンズ12との契約を2年更新した。また、同年には、 ザ・ストレーツ・タイムズ氏の年間最優秀アスリート賞に選出された。相方であったバイハッキが2014年に同チームを離れるとアフィク・ユノスとのコンビとなった。そこで彼は中盤や攻撃の役割も担う推進力の高さも見せるようになった。彼のパフォーマンスが上がる他方でチームの得点力が落ちていくと監督のファンディア・マドは彼をフォワードとして 起用するようにもなった。ストライカーのカエルル・アムリの後ろという中盤のポジションでの起用は3月15日のサラ枠 FA 戦から始まった。25日のスーパーリーグ第5戦ではペラ FA から初得点を挙げた。2得点目はその4日後に行われた T チーム FC 戦でこの試合は1から1の引き分けに終わった。3得点目は4月5日のサイムダービー FC 戦で シャーフィクガニのクロスからの得点であった。2015年1月29日、A リーグに所属するメルボルンシティ FC への3ヶ月のレンタル遺跡が発表された。この契約は2015年1月10日から19日にかけてメルボルンシティ FC がアブダビで行ったトレーニングキャンプでの彼の結出したパフォーマンスによって得られたものであった。彼は シンガポールサッカー協会の支援もあって、自身の可能性を発展させるために参加していた。センターバックとして、高パフォーマンスを見せたこともあり、アブダビで行われた2つの親善試合に出場した。これらの試合では、かつてのユベントス FC のストライカーであるミルコ・ブチ、ニッチのような有名選手と競り合うこととなった。2試合目は、控えとしての出場であり、 ウクライナプレミアリーグの FC ドニプロとの対戦であった。この試合は1から1の引き分けに終わった。メルボルンシテ FC でのデビューは2015年2月7日のメルボルンビクトリー FC とのメルボルンダービーであった。初得点は27日のアデレードユナイテッド FC であった。2得点目は2週間後に行われたウェスタンシドニーワンダラーズ FC 戦で。 この得点によって1点のビハインドを相手に与えたものの守りきることができず3から2の敗北を起死した。ウェリントンフェニックス FC との試合では背骨を怪我したため完全遺跡の噂がすでに囁かれていたもののレンタル遺跡の延長は更新されなかった。2015年7月には J リーグに所属する横浜 F マリノスがシーズン終わりまでのレンタル遺跡に興味を示している。 ことが知らされた。海外遺跡についても積極的であった彼であるが短期間の契約であることから拒否し、このレンタル遺跡は実現しなかった。2009年と2013年には U-23 代表の一員として東南アジア競技大会での同国の銅メダル獲得に貢献した。2014年8月16日に行われたプレシーズンの親善試合で、 ユベントス FC のセバスティアン・ジョビンコからボールを守るサフアン A 代表でのデビューは18歳の時であり、2010年1月17日に行われたキングスカップでの対代表戦であった。2012アフ・スズキカップでは同国の優勝に貢献した。ダニエル・ベネットが次第に代表出場を減らしてきたのも、相まってバイハッキカイザンとのペアでの出場が多くなった。 代表監督のベルンドシュタンゲは彼の適正ポジションについて守備的ミッドフィールダーであると述べており、より詳細にはハードワークも相まって彼は優秀な守備的ミッドフィールダーになりうるだろう。ディフェンダーの前に配置することで彼は自らの持つすべての資質を出すことができる。スタミナや速さ、戦術理解、得点、素晴らしいヘディング能力のようなね。と発言している。 代表とは少し異なるが、シンガポールセレクションクシーにも複数回選出されている。4試合すべてに出場した彼は、アトレティコマドリード・ユベントス FC と対戦しているほか、シンガポールナショナルスタジアムで行われた2015年のプレミアリーグ・アジアトロフィーにも出場している。代表での得点一覧彼は、シンガポール人選手として初めて FIFA15 フフに登場した。 同作品内ではメルボルンシティ FC の選手としてセンターバックを務めている。ありがとうございます。